スーパータイガーはあの武道具店でもう一つの大きな収穫を得た。店長にあのブルース・リーが学んだ剣法として知られる詠春拳の道場を教えてもらったのである。詠春拳、本では読んだことはあるがまだ本物を見たことがない。道場を探し求めるスーパータイガーの足はいつの間にか速くなる。なんかね、これかな。道場を見つけた。これだ。詠春拳とは型にはまったものではなく、その場の相手の動きに合わせて技を応用できるのが特徴である。これはあらゆる敵に立ち向かわなければならないシューティングファイターにとって欠かすことができない要素なのである。今スーパータイガーは香港に来て初めて本物の拳法を目の当たりに見ようとしているのである。詠春拳ですが、自分はあの空手をやったことがないんですけども、この先生のやられてるのはどうも日本の空手の動きによく似てるんですね。それがちょっと違うようなんですけども、あくまでも実践的な動きかどうかはそれは僕はどうもキャッチできませんでした。この詠春拳にしてもこの動きにしても、中国の何千年という歴史の中から生まれてきた動きでしょうから、それを見つけようとしましてね、目をほんと皿のようにして見てたんですけども、ところどころにはこう受けの基本になるもの、突きの基本になるもの、蹴りの基本になるものというものがあるというのは分かるんですね。詠春拳はね、やっぱり、足の一番後ろのところから、こういう感じで、途中途中入ってきて、こういう、止まれてるとなる、ちょっと入ってみたい。この目隠しのやり方はね、自分たちもよくやるんです。ただし関節技だけなんですよね。この当て身攻撃でこれをやることはまず不可能なんですけども、先生最初に当て身攻撃するのかなと思ったら、どうやらこの組打ち、立ち技においての組打ちの仕方で、反応を得るという形の練習だったようですね。这个就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